こんにちは、カズハとアルハイゼン復刻の売り上げが出たので見ていきましょう。はい、全体だとこのあたり。拡大すると大体この辺ですね。カズハは 2.8 の復刻の時そこまで伸びなかったので、あんまり伸びていないだろうという予想でしたが、かなり意外というか、反応に困る売り上げだね。前回はクレイが相方だったので、ほぼカズハパワーって感じだったんですが、今回はアルハイゼンを引き連れて、前回のピックアップよりも低め。武器評価は比較的前回より上がっていそうだけど、さすがに厳しかったか。4.0 では久々に新鮮味を感じるキャラが出るので、というか久々の星5になるので、期待ですね。比率としてはこんな感じで、だいぶ、ガチャ控えを感じる内容となっているよ。カズハはともかく、アルハイゼンは予想よりもかなり低め。とはいえ、原神のセールス自体は、一定水準以上は維持してると思うので、フォンテーヌでの爆発に期待です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。